さて、えー、今日ご覧いただく花文集なんですけれどもまあ黒部といっても今回の画集は、えー、黒4ダムから黒部源流に下りまして、えー、そこからぞは原温泉小屋を経て、えー、欅平というところまで、えー、歩きました。 えー、これどちらかといえば山登りというよりも渓谷沢下りと言っていいのかな黒、えー、ンダムからアゾハラ原泉小屋山で黒部源流の渓谷を歩きました。とても、あのー、印象的な素晴らしい山歩きになったと思われます。えー、まず最初この作品は クロヨンダムなんですけども信濃大町から大木沢に来ましてそこから館山黒部アルペンルートをたどりますでクロヨンダムから展望台に出て、えー、そこから黒部川に降りるわけですね、えー 黒ヨンダム、えー、下から見るとこれはものすごい迫力がありました、えー、放水の時間を、うん、避けて通らなければいけないという不便さはあるんですけれどもまあ本当に心に残る素晴らしい景観でしたで、えー、黒部渓谷、うん、歩き始めまして、うんえー、次に、えー、この作品なんですけども。 白龍橋という、えー、ちょうど黒部源流下の廊下の核心部分と言っていいんじゃないかと思います、えー、本当に断崖絶壁の細い道を、えー、鎖やはしご丸木橋を通りながら歩いていくんですけれども一歩足を踏み外すと もう真っ逆さまに谷底に落ちてしまうという本当に危険極まりない道でした天候が悪いと崖崩れが発生したりして通行不能になってしまいます、えー、ここから十字橋半月橋を経て千人ダムに着いた頃はもうとっぷり日が暮れていました 仙人ダムを通過して、えー、今宵の宿になるこれちょっと有名な山小屋なんですけども「アゾ原温泉小屋」という山小屋に、えー、着いたのは本当に、まあ、周囲が真っ暗になった、えー、本当に午後7時8時頃だったかと思いますけども、えー、ぬかるんだ道、えー、滑りながら。 やっとたどり着いたという感じでした。アド原温泉小屋は夏、夏、えー、プレハブで、えー、小屋が立ち上がります、えー。この黒部渓谷、冬になると積雪がものすごく、なだれも頻発するので、えー、山小屋、なだれで流されてしまうので、冬になるとプレハブの山小屋を畳んで、えー、シートに被せて保管しておくと。 で次の春訪れた時にまた組み立てて山小屋を営業するというそういう山小屋でしただけれどもとても快適な山小屋でした、えー、ここから歩いて、えー、56分下りますと「阿蘇原温泉」という温泉があり、えー、疲れた山登りで疲れた体を十分癒すことができました。 翌日なんですけれども、あずはら温泉小屋から水平歩道という道をたどって、えー、欅平に向かいます。この水平歩道という道なんですけれども、この道は、えー、クロヨンダム作るときに一番最初、資材を運ぶために、えー、牧家さんたちが荷物を担いで歩いた道なんですね。 えー、いやよくこんな崖っぷちに道を作ったもんだととても、あのー、感心してしまいました。やっぱり、えー、絶壁の中の細い道、えー、一歩踏み外すと命がないというそういう危険な道でもあります。えー、この水平歩道に関する ことをもっと知りたかったらば吉村明さんが書いた「高熱水道」というクロムダムを作るために荷物を運んだ農下さんたちの話が出てきますんでこれを読んでみるといいと思います。高熱水道を読みながら、えー、水平歩道を歩くとこれもあのなかなかいいもんじゃないかなと。 改めて思っております水平歩道をたどってまあ、半日ぐらい歩きますとようやくう黒部峡谷トロッコ電車の終着駅かまあ四月駅かよくわからないけれどもトロッコ電車の駅に着きます、えー、ここから宇那月温泉までこういうトロッコ電車に乗って えー、下るわけですけども、うん、まあ家族連れ、えー、若い、えー、男女のお客観光客等がたくさんいてとてもにぎわっていましたまああのー、本当にお子供連れでトロッコ電車で黒部渓谷行かれてるのもいいんじゃないかなと思いましたね。 さあこの画集は1998年え発行したことになっておりますけれども下野廊下行ったのはおそらくこの2年ぐらい前だったんじゃないかなと思われます。さあところで今年2020年6月13ってなってるんですけども7月4日土曜日から。 現代グラフィックアーー、トセンター福島県の須賀川にあるんですけどもこのギャラリーで <coughs> <coughs> 共鳴する印「小口木阿がの現在地点」という小口木阿がの作品を集めた展覧会が始まります。 とても立派で素敵なギャラリーですんでえぜひ訪れてみるといいんじゃないかなと思われます中央にここにちょっと今寄っていきますけどもこの作品が私の今回出品した福島をテーマにしたメルトダウンという作品です福島原発事故の 印象をちょっと版画にしてみましたねぜひ ごご覧ください。ええー、7月4日ああ初日なんですけれども、オープニングに伺う予定にしております。あ、それから翌日の7月5日かなあの日曜美術館のアートシーンでちょっとあのー、この展覧会に、えー、対するまああのー。 記事が出ると思うんですけどまあそんなに長くはないと思うんですけどもそっちの方もぜひご覧になっていただければと思いますよろしくお願いいたします